南海トラフ巨大地震。南海トラフ巨大地震は、フィリピン海プレートとアムールプレートとのプレート境界の沈み込み帯である南海トラフ沿いが震源域と考えられている巨大地震、または超巨大地震のことである。また、2011年8月に内閣府に設置された南海トラフの巨大地震モデル検討会が検討を行っている。 南海トラフ沿いで発生すると想定される最大クラスの地震も南海トラフ巨大地震と称さており、本校でもそれをもとに解説している。南海トラフの地震は約90から150年、中世以前の発生記録では200年以上の間隔で発生し、東海地震、東南海地震、南海地震の震源域が毎回数時間から数年の期間を置いてあるいは、 時間を置かず、同時に三つの地震が連動していること、連動型地震が定説だった。一方で、慶長地震は南海トラフを震源とすることに異論が出されており、南海トラフの地震は200年程度の間隔で、発生すると考えるのが自然な姿であるという見解も存在する。最も新しい昭和の地震は、地震計による観測記録、それより古い地震は、 地質調査や文献資料からそれぞれ推定されており、今後も同じような感覚で発生すると推測されている。いずれもマグニチュードが8以上になるような巨大地震で、揺れや津波により大きな被害を出してきた。なお、その後の研究により、地震が起こるたびに、震源域は少しずつ異なることが分かった。例えば、同じ南海道沖の地震でも1854年、 安西南海地震は南海道沖前域が震源域となったのに対して1946年昭和南海地震は西側4分の1は震源域ではなかったと推定されている。また一方で東京大学地震研究所の瀬野鉄道は東海、東南海、南海といった3地震の分類を変える必要を挙げ南海トラフの東端の震源域、東南海の一部及び 東海と連動して、静岡付近まで断層の破壊が進む、安静型、その震源域と連動せず、静岡までは断層の破壊が起きない、放映型の2種類に分類すことができるという説を唱えている。1498年明王地震以降は、文献資料が豊富で、発生間隔も100年前後で一定していると考えられてきた、下の南海トラフの地震の発生領域。 従来説の図表。しかし、それ以前は、東海道沖の地震の発生記録がほぼないほか、1361年、昌平地震以前の間隔は、記録に欠損があり、例えば13世紀前半と見られる津波や液状化の痕跡は、複数の箇所から発見されてを、記録を補うものと考えられている一方で、1096年、栄町地震以前は、 確かな証拠はなく津波堆積物の研究から100年と200年の周期が交互に繰り返されているとする説もある。他方、地震連動の発生の様子を、プレートの相対運動やプレート境界の摩擦特性からシミュレーションする試みもあり、連動性は再現されたが、地震発生感覚などが歴史記録と一致しない点もある。南海トラフ全域を、ほぼ同時に、 断層破壊した地震は規模が大きく1707年宝永地震は日本最大級の地震とされている21世紀に入ってからの研究によりこの宝永地震と同様に津波堆積物を残す規模の地震痕跡は300から600年間隔で見出されることが分かったさらに宝永地震よりも巨大な津波をもたらした地震が 約2000年前に起きた可能性があることも分かった。また、昭和内海地震でも確認されたように、単純なプレート間地震ではなく、スプレー断層、主な断層から分かれて存在する、細かな分岐断層からの滑りようも伴う可能性も指摘され、南海トラフ沿いには過去に生じたと考えられる、スプレー断層が数多く確認される。一方、 震源域が広いと顕著になる長周期地震動の発生も予想され、震源域に近い平野部の大都市、大阪や名古屋などはじめとして、高層ビルやオイルタンクなどに被害が及ぶ危険性が指摘されている。これらに関連して、古文書にはしばしば半時、半時、約1時間にわたる長時間強い震動が継続したと解釈できるような地震の記録が見られるが、これは、 大地震に対する恐怖感が誇張的な表現を生んだとする見方もある一方、連動型地震のように震源域が長大になれば、破壊は伝わる時間も長くなり、そこからまた別の断層が生ずるなど長い破壊時間を持つ多重地震となって、本震後の活発な余震なども相まって実際の揺れを表現したものとする見方もある。以上のように、南海トラフにおける海溝型地震は、 一定の間隔で起こる、周期性と同時に起こる、連動性が大きな特徴となっている。さらに、南海トラフは、約2000万年前の比較的若いプレートが沈み込んでおり、薄くかつ温度も高いため定格で沈み込み、プレート境界の固着も起こりやすく、震源域が陸地に近いので、被害も大きくなりやすい。南海トラフにおける、フィリピン海プレートとユーラシアプレート、 アムールプレートとのプレート間カップリングは100%に近くほぼ完全に起し、1年に約6.5センチメートルずつ日本列島を押すプレートの運動エネルギーはほとんどが地震のエネルギーとして解放されると考えられている。しかし、紀伊半島先端部の潮の岬沖付近に固着が弱く滑りやすい領域があり、1944年昭和東南海地震、 1946年昭和南海地震は、いずれもこの付近を震源として、断層の破壊がそれぞれ東西方向へ進行しことと、関連が深いと見られている。この地震により発生するとされる災害を、東日本大震災に倣い、西日本大震災と呼称する場合がある。2011年3月の東北地方太平洋、沖地震、東日本大震災。 発生後南海トラフ巨大地震への件が浮上したことを受けて日本政府は中央防災会議に南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループを設けて対策検討を進めた。同ワーキンググループは2012年7月にまとめた中間報告において南海トラフで想定される最大クラスの巨大地震を東日本大震災を超え国難とも言える。 巨大災害と位置づけている。土木学会は2018年6月7日、発生後20年間の被害総額が最大1410兆円に達する可能性があるとの推計を発表した。次に発生する可能性のある地震として、従来よりも幅広く M8 から9クラスの地震を対象としている。高知県室津港の歴代南海地震、宝永安静、 昭和における流気量と発生間隔との関係に基づく時間予測モデルを元にすると次回の M8 クラスの地震は昭和内海地震から88.2年後と推定されこれを元に蒸気の確率が計算された次に最大クラス M9 町の地震が発生する可能性もあるがその発生頻度は 古いものも含めて100から200年間隔で発生している地震に比べて1桁以上低いとされた。歴史記録からは南海トラフ沿いの東半分及び西半分の震源域が時間差またはほぼ同時に連動して発生したと推定されるが南海トラフの地震のうち危機観測の記録が存在するのは昭和地震のみであり詳しい歴史資料が残り ある程度震源域を特定できるのは、江戸時代以降の安政地震及び、方栄地震までである。これより前に発生した地震については、資料も乏しく、断片的なものに限られ、その震源域については、諸説ある。また、慶長地震は、南海トラフの地震としては、疑わしいとする意見が出され、高和地震も、南海道沖の地震とする説に疑義が出されている。 小村は南海トラフの地震の発生時期を見直し、確実なものに限ると、東海道沖側では平均180年間隔、南海道側では平均252年間隔となるとしている、下の南海トラフの地震の発生領域、見直しの図表。従来は、震源域が南海地震、東南海地震、東海地震、あるいは A、都境本 B、 室戸海盆 C、熊野海盆 D、演州海盆 E、駿河湾のセグメントに区分されてきた。なお、南海地震は A、戸佐海盆 B、室戸海盆、東南海地震は C、熊野海盆 D、演州海盆、東海地震は E、駿河湾における地震に大むね該当する。しかし、光永地震は A、戸佐海盆の南西側に位置する。 日向海盆における日向灘地震も連動した可能性が指摘され、また単なる三連動地震ではない別物の巨大地震との説も浮上している。1498年の明王地震は南海地震と日向灘地震が連動した可能性も指摘されている。中1605年の慶長地震は小笠原近海の温地地震として見直しの表からは除外している。 地震調査委員会二千十三年により巨大地震の震源域とされた南海トラフ地域を震亡とする地震のうち東海地震、東南海地震、南海地震いずれかが発生したことが確実とされている旧サイクルの大地震を示した。参考としてその前後に発生した西南日本内陸の大地震や火山噴火及び近隣地域のプレート間巨大地震のほか しばしば地震の前後に発生する富士山や伊豆諸島の火山噴火をした。1900年代の初め東京帝国大学の教授であった今村昭恒は過去の歴史記録にある仁那地震、宝永地震など5期7度号地震はいずれも津波を伴い南海道沖を震源域とする巨大地震と考え歴史的に繰り返されてきたことを論じている。さらに、 今村は1928年に南海一道研究所、現東京大学地震研究所和歌山地震観測所を指揮で設立した。沢村武雄は昭和南海地震発生後に行われた水路部による測量の結果から四国南部の野根、安田、下田、月灘を結ぶ線を境とする南東上りの経道が明らかになり歴史地震で知られている。 室戸岬の隆起及び高知平野の沈降を伴う地殻変動とほぼ一致しているとした。また、白鳳から昭和に至る共通の性質を有する歴代南海道沖地震の震源が潮の岬沖から足摺岬沖へかけて続く大規模な北傾斜の断層線上に並ぶことから、この潮状断層を南海スラストと名付けた。その後、 1960年代にプレートテクトニクスが発展し、金森博は昭和東南海、南海地震の震源断層モデルを求め、これらの地震が南海トラフのプレート境界で起こっていることを明らかにいた。2003年時点の東南海、南海地震等に関する専門調査会による検討では、今後発生が予測される南海トラフの地震のうち、 最大のものはマグニチュード8.7。破壊領域は長さ 600km 程度の3連動である東海、東南海、南海地震とされていた。しかし、2011年東北地方太平洋沖地震発生後、この想定は見直されることとなった。この3つの地震が一挙に起きた場合、また安静地震のように短い間隔で起きた場合は、太平洋、 ベルト全域に地震動による被害が及び地域相互の救援、支援は実質不可能となると見られており、早急に地方自治体は連動型地震を視野に入れた災害対策を講じる必要があるとされている。2010年の防災の日には初めて3地震の連動発生を想定した訓練が実施されている。津波は東海地震、東南海地震、 南海地震の3つの地震が生じた場合、または数分数十分の時間差を置いて、連動発生した場合、波の高さが重なり合って、土砂西部と東海沿岸のいくつかの狭い範囲で10メートル近い高さに達することがあると、シミュレーションされている。特に、浜岡原発にも近いお前崎付近では、同時発生の時に比べて、海上波高が2倍以上となり11メートルに達する。 こととがあるというまた、この連動型地震はさらに数百年に一回、震源域が日向灘まで伸びて、津波が九州西市に押し寄せていた可能性が指摘されている。4連動型、日向灘の地震については、日向灘地震も参照。1707年の放映地震がそれにあたり、再び起きた場合、津波高の想定は、 九州太平洋沿岸で従来予想2メートル付近から最大で8メートル級に四国南端部の土佐清水市で従来6メートル級から10メートル以上になる可能性がある。加えて瀬戸内海まで津波が入り込む恐れもあるという。さらに1605年慶長地震を引き起こしたと考えられた通常の三連動地震の震源域より沖合の南海トラフにかなり近い領域。 プレート境界の内浅い部分においても、これらの連動型地震と連動して、ほぼ同時に地震が発生することで、M 9クラスの超巨大地震になる可能性が指摘されている。このような広域連動型地震が発生した場合、津波の高さも3連動である、東海、東南海、南海地震、従来方映地震タイプとされていたの1.5倍から2倍になる可能性があるという。 大分県佐伯市の間、小志牛新地では3300年前までの地層中に8枚の津波堆積物が発見されており、特に大規模な地震のみが津波堆積物を残したと考えられる。有史以来ではこのうち3枚であり、新しいものから1707年宝永地震、1361年昭平地震、684年白鳳地震に対応すると推定されている。 また、高知県土佐市に外池で見つかった津波堆積物から、方栄地震の時の砂の厚さ以上の素流な砂を運ぶ津波が約2000年前に発生していたと推定されており、M 級クラスの超巨大地震による可能性が指摘されている。さらに、蒸気以外に887年人間地震でも津波の記録から数値を復元した結果、M 級クラスの長距大地震であった可能性も、 推定されている。このほか南海トラフから琉球海溝まで全長 1000km にも及ぶ断層が連動して破壊されることで、非常に細長い領域における M9 クラスの連動型地震、あるいは M9 クラスの2つの長距離大地震が連動で発生する可能性も近年では指摘されている。この場合の震源域の全長は2004年スマトラ島。 沖地震に匹敵するもので、過去には平均1700年間隔で発生していたとする説もある。これは、お前崎、静岡県、室戸岬、高知県、機械島、鹿,鹿児島県の3カ所の海岸に残されていた、通常の南海トラフ連動型地震による隆起予測と比べて明らかに大きな隆起地形から推定されていい。一方でこの大きな隆起の痕跡は、 プレート境界の巨大地震ではなく、分岐断層あるいは、内陸地殻内地震の活動によるものとする考えも、ある。文部科学省の委託を受けて、東京大学、東北大学、名古屋大学、京都大学、海洋研究開発機構が、東海、東南海、南海地震の連動性評価研究プロジェクトを2008年度から2012年度まで実施中、 2012年2月には、想定震源域に直接設置する海底地震計や圧力計の観測機器に電力を供給し、観測データを送信するための地上局の立地場所が決定された。2012年1月、東京大学と海洋開発研究機構の研究グループは、紀伊半島沖の東南海と南海の震源域に、またがる長さ 200km 以上、 高さ500メートルから1キロメートルの分岐断層を発見したと発表した。これは、東南海、南海の過去の連動の証拠だとされている。また、地震の際に津波を増幅させるもので、同時に活動した場合に大きな津波が発生する可能性があるとされている。2001年6月の中央防災会議で、東南海、南海地震等に関する専門調査会の設置が、 決定された。2003年9月の同調査会では、当時考えられた、最大級の想定地震として、想定東海地震、東南海地震、南海地震の震源域が同時に破壊される場合が仮定され、規模は MW8.7、津波断層を含む規模は MW8.8 のものであった。2011年3月に発生した東北地方、 太平洋沖地震を受け、内閣府の中央防災会議は、想定を再検討するため、南海トラフの巨大地震モデル検討会を設置し、同年12月の検討会による中間報告では、南海トラフ連動型の最大クラスの地震、津波の想定がなされ、M9.0 との暫定値が発表された。従来は最大 M8.7。座長の安倍克行は、想定の地震が起きれば、 巨大西日本地震となると述べた。検討には古文書、津波堆積物などの研究結果が用いられ、想定される、震源域は、南西側は、日向灘より、南西の九州、パラオ海嶺の北側、日向灘地震の震源領域含むまで、内陸側は、四国のほとんどを含む、陸域、北東側は、富士川川口断層帯、静岡県北端まで含め、 長さは7 5 0トル、面積は約11万平方キロメートルとなり、従来の約6万平方キロメートルからほぼ2倍になる。想定される、ハゲン域も南海トラフよりの深さ約1 0トルの浅い、領域に大滑り域、超大滑り域を設定し、地域によっては従来の想定より2倍ほど高くなった。この開口よりに、 大滑り域を設定した津波断層モデルは、駿河湾から紀伊半島、紀伊半島沖、四国沖、日向灘のうち1箇所、または複数の大滑り域を設定した11種のパターンが想定され、津波断層モデルを含むモーメントマグニチュードは MW9.1 とされた。安倍は東北よりも人口が多いため、東日本大震災での被害とは異なるとした。 国が同年秋までに被害想定をまとめる予定。2012年3月、同県東海は最大クラスの地震による震度分布、津波高の想定を公開した。地震動については、震度6以上の揺れの地域は従来の国の東南海、南海地震などの想定に比べて2倍近くに増えた24府県の687の市町村で想定され、さらに名古屋市、 静岡市、和歌山市、徳島市、宮崎市などを含んだ10県153市町村では、震度7が想定されている。津波については、東北地方太平洋沖地震以降に自治体が行った独自想定を上回る例があり、徳島県阿南市では、県の想定の5.4メートルの3倍、近い16.2メートル、三重県島市では、 県の想定の15メートルに対して24メートル、同大和瀬市では13メートルに対して24.5メートルとなった。独自想定を行っていた旧府県では改めて想定や災害対策が検討されることになっており、その他の自治体でも対策の見直しを迫られることになる。検討会は原子力発電所の設置、建設計画がある4カ所について津波高の最大値を公表し、 静岡県尾前崎市の中部電力、浜岡原子力発電所で、地震による地盤の隆起2.1メートルを考慮しても、付近の採用津波高は21メートル、市の最大震度は7で、中部電力の想定津波高を超えた。愛媛県伊方町の四国電力、伊方原子力発電所付近では、最大津波高さは M、町の最大震度は6強。 茨城県東海村の日本原子力発電、東海第二原子力発電所付近では、最大津波高が2.6メートル、村の最大震度は4、山口県上関町の中国電力、上関原子力発電所の建設を計画してい、付近では、津波の高さが2.9メートル、町の最大震度は6弱が想定されている。検討会では、 津波高については50メートルメッシュモデルを10メートルメッシュに変更して予測の精度を上げ順次発表。被害想定や対策はさらに1年かけて公表する予定である。その後、2012年8月に10メートルメッシュによる津波高及び浸水域などの推計結果による被害想定が発表され、当期のシニアにマグニチュード9クラスの超巨大地震が発生。 駿河湾から紀伊半島沖を中心に大津波が発生した場合、関東伊勢の30都府県で最悪32万3000人の死者が出る可能性があるとした2011年10月の三重県による M 9連動地震の想定では津波は熊の一時基地まで高さ19メートルとなり、傍聴艇が機能すれば130キロメートルが高さ2メートルで浸水。 防潮堤が機能しない場合 319km が浸水する。防潮堤点検結果によると空洞化している部分が少なくとも138箇所、あるため対策が急がれている。震源が近く初期微動時間が少ない熊野市、大瀬市、気宝町などでは地震から津波の到達まで3から4分しかなく、避難時間確保のためにも防潮堤の復旧が大事で、 2011年12月の徳島県の報告によると、浸水面積は、従来の想定の7 3トルから1 5 9キロメートルと2倍以上に拡大し、南町、安倍漁港区の、20. 2 0 2ルをはじめとして、海洋町四宿井海岸で1 9ルなど、最大津波高も高くな、内陸部の徳島市戸田地区、高さ1から2メートルや北島城などが新しく津波、 浸水地域に指定された。20センチメートルの津波の到達時間は、麦町麦漁港湾港で3分、徳島市のマリンピア沖ノス東端で32分とされ、最大の高さの津波が来る時間は30分から90分後とした。2012年5月の高知県の報告によると、黒潮町34.4メートル、佐賀市社の浸水14.5メートル、高知市14.7メートル、 市役所の浸水1.5メートル、浸水域東西20キロメートル、南北10キロメートル、最大浸水4メートルの津波が予想された。高知空港全域も浸水し、最大7.5メートルになるという。2012年1月発表の東京大学総合防災情報研究センターの小村隆の計算では、津波の最大の高さは、土佐湾で20メートル、 三重県周辺で15メートル、愛知県、静岡県周辺で10メートルとなった。2012年4月、関西大学の河田義明は、被害額は100から150兆円、災害救助法の適用は、約700市町村に及ぶ、スーパー広域災害になるという予測を発表した。同7月、河田は、想定される、死者数が最大で40万人になるという試算を、 赤下。川田の見通しでは、自身が主査を務める内閣府の作業部会で公表が予定されている、被害想定でも、同規模の死者数取る。南海トラフ巨大地震で、震度6以上か3メートル以上の津波が想定される、市町村の人口は約5、900万である、東日本大震災での被災者人口は750万人。2018年3月、 長松慎吾関西大学教授と宮崎武志九州大学准教授は発生後5年間の国と自治体の復興費用を162兆円と見積もった。これは東日本大震災の32兆円や平成29年度の国の一般会計予算97円をはるかに上回る。フィリピン海プレートの沈み込みによりユーラシアプレートは圧縮応力を受け続け、 地震により、応力が解放された結果、地殻変動は、南東上がりの経度を示す。お前崎、潮の岬、室戸岬及び足摺岬は、東海、南海地震の土に隆起し、地震後から、次回の地震までゆっくりと沈降して回復するが、トータルでは、隆起がやや上回る。室戸岬に見られる隆起による、海岸断球や、高地付近の沈降地形は長年にわたる。 南海地震の繰り返しにより形成された。室戸岬や足摺岬に見られる眼球が現在の高さになるには約15万年の年月が過か計算となり、南海トラフ沿いの地震は有史以前から幾度となく繰り返されてきたことが伺われる。地球深部探査船、地球による紀伊半島沖の掘削調査により、南海トラフ沿いの巨大地震は19万年前の 断層活動に遡り、155万年前にほぼ、現在のような活動が始まったとする推定結果も出されている。規模の大きな地震により、断球が形成され、最も下にある最新のものは18世紀初頭、すなわち、高栄地震の際に生成したものであり、次は、平安時代の終わり頃、奈良時代と平安時代の間頃と続く。日本史上最大級と言われた。 公営地震も地質時代を通じた歴史の中では一回の地震に過ぎない。一方で室戸岬の地形は西南日本外帯の東西圧縮による南北に軸を持つ波状構造とフィリピン海プレートの北西新による運動が同時進行している結果であるとされ大規模な流起についてはプレート境界の断層活動よりはむしろプレート境界から枝分かりした陸地に近い 分岐断層によるものと考えられている。お前崎で見出された約7000年間に4回とされる大規模な流気の痕跡もプレート内の断層活動による可能性が高いとされる。富士川川口付近では長年の断層による変異を伴う地震活動の繰り返しの結果、富士川川床に露出した13,800年、前の溶岩は東側の富士市では、 地下100メートルに渦漏れているほどのギャップを生じている。これも東海地震の度に生じた断層活動の累積の結果である。東海地震や南海地震の度に高知付近や円州な大岩は地盤の沈降が見られたが、例えば浜名湖は沈降したところに津波が襲うことを繰り出すことにより形成された湖であると推定される。高知平野などは地震の度に沈降し、 沈口後に堆積作用が働いた中積平野である。また、須崎の東側の横楼三里は沈口地形であるリアス式海岸である。このようなリアス式海岸は、島半島、紀伊水道両岸、上海沿岸及び佐賀の関南側に広く分布し、地震喉に沈口の見られる地域に一致する。さらに南海トラフに並行して、西南日本外帯には、 赤石山脈、キ岩山地、四国山地と後方が連なり、例えばお前崎から赤石山脈にかけて波曲しながら海岸上に次第に高度を上げる地形が見られる。このような地形はフィリピン海プレートの沈み込みにより、ユーラシアプレート上の大地が圧縮を受け集局活動の結果、もたらされたものである。さらに、 フィリピン海海底からもたらされた、加帯がこれらの産地の形成に関わっている。国土地理院のジョネット測量により、普段は東海地方、紀伊半島中央部、四国中央部及び、九州東部は隆起し、他方、お前崎、塩の岬、室戸岬及び足摺岬は沈降と地震による、地殻変動とは逆の上下変動が示された。また、GPS 解析により、 南海トラフ巨大地震震源域では、プレート境界の滑り遅れが見られ、固着域の存在と、磁気地震への準備が着実に進行しつつあることが示された。プレート間固着による年間約6センチメートルプレート境界の滑り遅れ、すなわち陸側プレートの引きずり込みによる海底の西北方向への移動は、海上保安庁による観測からも裏付けられた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。